サラリーマン農家の黒丸です。今回は人参の播種をしていきたいと思います。僕まだ家庭菜園初心者なんで、妻と一緒に畝作りからしていきたいと思います。植える場所なんですけど、1週間前に牛糞と石灰撒いて、土作りは、完了した形になります。というわけで、早速人参の播種していきたいと思います。で、今回植える人参の品種なんですけど、シンクロダゴスンという、人参の播種をしていきます。では早速人参播種していくんですが、人参筋巻きなので、この木を使ってまずは巻き溝を立てていきたいと思います。こんな感じかな。ちっちゃ、あ、最低こんな感じでいいのかな。すごいね、これがあんな人参になるんやもんね。当たり前のことを当たり前に言うっていう。ではこんな感じで、やっていきたいと思います。それでは、播種終わりました。で、人参は発芽するかがとても大事なので、今後過程を、見守っていきたいなと思います。で、その成長過程も、今後動画にしていきたいと思いますので、またご視聴していただけたら嬉しいです。それでは今回は以上になります。最後まで視聴していただいてありがとうございました。それではまた。